ちょっとみんな見に来てくれるのにあれごめんね、全然今日はねメイクしてなくてもうね、そうそう、なんかね喉はねもうリハからリハから痛かったんですよ。リハ前日ぐらいから痛くて、そうで、なんかうわなんか変な感じがすると思ったんだけど、でも本番はまあアドレナリンで、まあ、まあ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 、でももうね限界でした。同じ差し音さんですよ。はい、やばいですよね。ちょっといろいろ話したいことありすぎるんだけど、カメラなんか気にする。うん、ちょっと今日はねもう目をね腫れちゃって、だからもうね顔薄いけどパンパンだし、何から話せばいいかな。いやもうみんなさ体重測ってみな、来た人絶対減ってるよ。でもあゆみは夜中にいただいた差し入れめっちゃ食べちゃったからプラマイゼロまあいいよね、まあ、こんな朝深夜に食べるなんてあれですから、特別ですから。うん、前髪短い。そう、昨日はもう遅かったから、昨日も前日も泊まって、昨日も終電がもうないので泊まって、今日帰ってきましたお家に。しなしななった。いやもうめっちゃ泣いた、もうね顔パンパン、あ目パンパンねえみんなもうね昨日やばかったです。もうあかねさんのインスタストーリーは家族が食べましたそう、見送りもねなんか一期と二期で分かれてたんですよ。そうだからどっちも見たいよって方は本当申し訳なかったんですけど、そう一期と二期、三期一期と二期で分かれてて、どっちのやつかって。そうでもたくさんね一期のところも来てくれて嬉しかったですね。ちょっと前髪が短いごめんね、今日はちょっと顔はもうねライブ後でもうオフオフって感じで許してください。いや腫れるよ、めっちゃ泣いた。終わってからもあゆみ一生泣いてた。しかもあゆみさん泣き方がさ、ねみんなねそうだよね、配信してるよね、ありがとう来てくれてわざわざ。そうねもうあゆみの泣き方さ静かに泣けないの、なんかもうなんかなんかさ声が出ちゃうんですよ。だからねうるさかった、めっちゃ。あー終わっちゃったな。でも昨日たらふく泣いたから一生分泣いたのでね、本当にもうね昨日ね最後夜公演の最後、あまずは本当にラスト公演ラストライブ昼夜ともにありがとうございました。今ねショールームさんもねラスト ICU にしてくれてて嬉しいです。ね本当にねありがとう。なんだこれ、ラストよろしく。え、タワー、え、桃八、桃八さん、嘘、待って、まずはブルゴールド、ベルモット、レッド君、シンヤ、タッキーと西岡澄彦さん、翔太、シンヤ、殿様ありがとう。え、ねえ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 ありがとうね。ラスアイタワーなんてあるの今ね、えありがとう。いやゆりちゃんもありがとうありがとう。っていうかいやすごいね、ラスアイタワーなんてあるんだ。嬉しい嬉しい、ありがとう。ごめんホワイトボード結局買ってないから、またリラックマの陰でごめんね。
ありがとう。書くね。そう、本当にありがとうございました。昼夜ね。とっても。クマ映ってるかな。もうなんもな、もうごめんね。もうね、今日は余韻に浸ってぼーっとしてて、まあ、帰ってきたけど、帰ってきてぼーっとしたら終わってました一日。そう、だってもうあと2日しかないのに余韻に浸ってたらダメかな。でもしょうがないよね、余韻に浸るしかないよね。カオス。昨日とは大違いですみません。昨日はあの魔法がかかっていたので、あのなんか目元とかもねキラキラしたりしていたんですけど、昨日はね、そう魔法がかかってたんです、素敵な衣装として。今日はね魔法がたけちゃったということで、あの多めに見てもらえたら嬉しいですね、とても。前髪もなんかここだけ短いし、なんかうん、桃八ゆりちゃん、そう、ちょっと言いたいこと話しすぎて、何から話したらいいと思う？ねえねえ、何から、今日もさ、お仕事の方本当にお疲れ様です。本当にいっぱい食べて。あっという間すぎるよ。もう何から話そう。昼から行こうか。そうだね、昼から行こう。昼から行きます。昼はですね、昼はね、曲数が多分1公演40何とかあったと思うのよ。もう夜より昼の方が曲数が多くて、結構もうユニットとかカップリングのメドレーがすごい多かったんですね。メドレーが、だから本当に目まぐるしくもうどんどん過ぎてったんじゃないかなと思います。めっちゃ濃くなかった。あ、昼のやつもすごい好きなんだよね。40何曲だった気がする。桃八ありがとう、ごめんね縦になっちゃったけど。うんうん、桃八タワーありがとう、ありがとう。カスカスだね声。いや昼公演ね、全然今セトリ覚えてない。ね、焦ったのは早着替えですね。あやふやとディールの間の早着替え、一曲で早着替えだったの。しかもメドレーだから全然ワンハーフよりも全然短くて、時間がもうディールやばかったよ。もうディール出る10秒前、もうはい、もう出てください、10秒前ですって言って、で、いやいやいや、ちょっと、で出てた、ティール。危ない危ない。やばい、もう声カスカス、ちょっと明日もあんのにやばいかもしれない。本当に喉がね、痛いんですよね。やっぱ位置が合ってるか分かんない、感じが。感じ絶対違う。見てみよう。あ、合ってたかも。どうでしたか、昼来てくださった方。早替えエピソードね。そう、ディールベルトしながら、あのね、あのハーネス一回つけてもらったんですよ、メイクさんに。あ、メイクさんじゃない、衣装さんに。だけどなんか逆だったらしくて、で結構もう前見は身を任せてたんですけど、身を任せちゃったんですけど、なんか全部ねやり直したの。だから本当は間に合ってたはずなんだけど、全部違くって、結構なタイムロスで全部付け替えてもらって、だからすごいギリギリになっちゃったんだよね。だけど出ていきながら下後ろでスタンバってる時に最後穴を通せたので、本番は何事もなくパフォーマンスできました。あのブロックやばくない？山本奈里とが入ってディールやってくれて、その後はデレデンデレンジャーン、チカジャンチャッチャッチャンで、ヨナドが入ってナラミンが出てくるの。そう、衣装さんにもたくさんお世話になりました。ありがとう、みーちゃん、ありがとう、ゆりちゃん、はい、チーズ、ありがとうわ。ラサイタワー、嬉しいね、ラサイタワーなんてあるんですね。
クロさんありがとうね、ありがとうございます。本当にもう本当にありがとうね。リアルもさたくさんもう想像以上に来てくださってさ嬉しい。またあのエスキーさんのライブで会いたいです。嬉しい、ありがとう、ありがとうございます。ありがとうわクロさん、クロアットマークにっかり。あゆみちゃん早着替えすごすぎて思いましたし、はっ、あやぺろちゃんだ、はっ、昨日会えたんです、昨日会えてきたんです、見に来てくださってたんです。だから一緒にいましたね、みんな同じ空間にいました。そう早着替えね、衣装さんのおかげでね無事にね乗り越えることができました。クロさんありがとう、ありがとう、埼玉、うんうんうん、ありがとう。すごいねえねえ、馬もいるんだ、馬も、馬もいるんだね、本当楽しかった。アイドル、アイドルで幸せだなって本当に楽しかった。アイドルがやっぱりね好きだなって思いました。もうそりゃそうなんだけどさ、お昼も本当に、お昼も本当楽しかった、盛りだくさんで。一応お昼のさテーマがダンスだったんだけど、てかへそを初めて、今へそをやったんですよね。あの初めてっていうかそのなんかあのあかねさんスペシャルへそを振り切ってやったよ、振り切って。ねえほんとごめん、なんかさなんもさ、もうショールームさなんかさ明るくなる機能ついたからさ、なんかファンデーションベースしなくてもなんかさいけそうってなったけどさ、ちょっと口だけ なって色素出してみる。でででででで、でそうそうそう、あの煙とか炎とかファイヤーボールだって、嬉しかった。というかね、そう昼公演ね人来るかなって心配だったんですよね、来てくれるかなって、来てくれたらいいなって。昼やっぱさ夜よりも昼、昼ってやっぱ難しいじゃないですか、なかなか。だけどねたくさんいてくださってね本当にね幸せで、しかも夜はもっともっと上までいてくださって、まさかあんなに来てくださるなんて思ってなくって、私最後といえども、だから本当にね嬉しかった。最後たくさんの方に最後のなんか活動を見届けてもらえて嬉しかったですね。本当はね上まで行きたかったんだけど、なんか上まで行くのはね時間がかかるからねできなかったんだって。うん、炎とか銀テープバーンとかアイドルってね、本当にさあゆみの憧れてるのが全てって感じでした。ファイヤーもねめっちゃ熱いんですよ、あれちゃんとステージに立ってると。でイヤモニらさえないので、そうイヤモニがないのだから、初めねそのあのキャパのステージでイヤモニなしで生歌はあのまともに歌えないよって、まともに歌えないと思うって言われてたんですね、もともと。だからえ最後歌えないのと思って、まともにと思ってと思って、えきつっと思ったんですよ。全然だって半音反響しちゃうし、多分リズムもなんかずれちゃいそうだし、声もやっぱ自分の聞こえてる自分の歌声とか全然違うから、うわイヤモニないのきついけど、まあ最後の最後にイヤモニ作るのも大変でして本当に、だからまあもう頑張るしかないと思ったけど、意外と全然いけました、全然大丈夫でしたそう全然ね大丈夫だったよ。そうまああった方が全然うまく打てるんだろうけど大丈夫だった。うん、ずれてなかったかな、ずれてなかったですか。意外とね なんか平気でしたな、なんか、うん、
すごいよね、みんなあのさ、あの規模でやまれなしでみんなちゃんと歌うのすごいよね。本当に本当にすごいなと思いました。ラサイみんな歌うまいなと思いました。とってもラサイ最強で最高すぎる。わーいな、そう喉がね、あゆみどこでも生きてけんの、ありがとう。昨日本当ですか、あお疲れ様この間もありがとうありがとうございましたね。この間も顔薄い、薄いっていうかもうノーよ、あえー、よーよーよーありがとうね、よー嬉しかった、よー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 ね。ラストライブ CD でもね超完全版が7月にね放送されるみたいなので、ぜひラスライが終わってしまった、終わってしまっても見てみてください。メモリアル買えなかった、あゆみね、メモリアルね頼んだから明日受け取る。あ昨日はねお荷物多すぎて、みんななんて書いたんだろう、なんかね結構ねライバルと思ってたメンバーはとか質問があって、みんな誰あゆみのことライバルって書いてるメンバーいたかな、ね、見ました、みんなあゆみまだ見てないの。あゆみはね時にはライバルみたいな書いた気がする、みんなが。あゆみまっすぐな歌好き、嬉しい、まっすぐなの嬉しい、もっと頑張る、上手くなれるように、どんな会場でもね歌えるように。最後の挨拶生歌、そうそう最後の挨拶はシュークリームロケツでした、ありがとうございましたってカスカスって言って入れました。売り切れてもね、売り切れて、そう物販がなんか2時間20分以上並ぶみたいなツイートを見て、もうテーマパークじゃんと思って、なんかちょっと調子乗っちゃったあれなんかすごいと思って、うん、本当だ、ミッドナイトパーティーさんありがとう、ミッドナイトパーティー。あとはあれ、どこだどこだ、ママなったさハグした、もこもこさんねえねえ、もこもこ、もこもこのもこもこどこだろう、待ってね、待って、誰の間にいるんだろう。待って、ミッドナイトパーティーさんもありがとう、ミッドナイトパーティーありがとう、昨日も見てくれてありがとう、もこもこもありがとうね、見届けてくれて。あゆみよ、え、うちは売り切れしたの？知らない。本当？嬉しい。だとしたら本当に嬉しい。めちゃめちゃ嬉しい。そしたら。本当？うちは売り切れしたの？え？嬉しい。みんな欲しいと思ってくれたの？思ってくれてんの？嬉しい、じゃあもこもこから書くね。私が見た時タオル以外売り切ってたよ。本当？タオル以外って何だろう、何があったっけ、うちわと何があった、でもあとランダムですかね。まかまかありがとう、嬉しい、ラスアイタワー今しかないもんね、だってね物販2時間以上並んだって、ね、ありがとう、みんな本当足疲れたよね、多分みんな本当にめっちゃ激痩せしてると思う、だからちゃんと食べてね、ごめんね見にくくて、あゆみちょっとリラックモノで、うんうん、もこもこラサイタワーありがとう、うんうん、ありがとうありがとう、本当にもうライブ見に来てくれてるだけで本当に幸せなのに、ありがとう、最後の最後まで無理しないでみんな、最後の最後までありがとうね、本当に本当にありがとうね、無理しないで全然、見てくれるだけで嬉しいから、でも
タワー、ラサイタワー本当にもっと嬉しい、ありがとう本当に。ごめんね本当、なんかテンション低いねみたいな、せっかくあれなのにテンション低いねってなるかもだけど、本当にただね声が変なだけなの、こかれちゃってごめんね。めちゃくちゃね心の中はね悲しいぐらいめっちゃテンション高いの。ミッドナイトパーティーありがとう。ねえもう終わっちゃったんだよ。待ってもう一回書き直そう、もう書けなかった。私の時はまゆみちゃんも、嬉しい。でもねあゆみのねうちは持ってくれてる方ねいっぱいいてね、そのメンバーさ30何人いるのにその一人にあゆみを選んでくれてるっていうか、そのあのうちは大きいからさあんま1個とか2個しか持てないじゃん。でもそれでさあゆみのやつを持ってくれてるっていうのが本当に嬉しくて、うん嬉しい。アイドルになる前はさそんなさアイドルになれるかも分かんなかったしさ、なったとしてもさこうやって思ってくれる方がいる、いてくれるとかできるなんてさ早々に思ってなかったからさ、本当にそう幸せだった、幸せだったな。でも全然恩返しできてないと思う。でもね昨日でね、昨日思いっきり精一杯伝えたんですけど感謝を、届いたかな。やっぱ私たちアイドルにとって恩返しってさいろいろあるけど、やっぱライブで伝えることだなって思うから精一杯伝えたの。ミッドナイトパーティー、ラスアイタワータワー、あれラスアイタワーありがたわ、嬉しいったん。ありがとう、すごいねこのラスありがとうタワー、ショールームさん優しい本当ね、嬉しい。みんな、なんかすごいコメントしてくれてんのすごい嬉しい。そうそう生誕 T シャツとか着てくれる方もいっぱいいてさ、もう本当嬉しかった。岐阜で初めて見た時からあゆみちゃんが考えられると思って、ありがとう嬉しい。あれだっけなんだっけ、スカイステージだっけ、なんどこなんスカイステージかな。あとね翔太ありがとう、ありがとう翔太ありがとうね。カキカキ、ちょっとカキカキが追いついてませんが、翔太もありがとうね来てくれて。ライブ見に行けなかったよって方はね、ぜひ7月に CS テレ朝チャンネルさんで放送されるのでまた見てみてください。そうあと写真もまだいっぱい載せるから、それでぜひ味わってくれたらなと思います。ショットありがとう、ありがたわー、ラサイタワー、うんうん、ありがとう本当にありがとう、本当にもう最後の最後までありがとうね。もうもちろん超嬉しい、でも本当気持ちだけでも超嬉しい。でももうこのラサイタワーはもっともっと嬉しいです、ありがとう本当に嬉しい。でも全然無理しないで、見てくれてるだけで本当幸せだから。でもありがとうね本当にめっちゃ嬉しい、このラサイタワーのこのフラスタっていうのかな、なんだろうねこれ、ありがとうそうだグッズあれもありましたね、ペンライトフィルム、ペンライトフィルムはねもらいましたよ、ペンライトフィルムはもらえました、ちゃんと。ありがとうニルバーニャ箱グラ再生ピンクのみほちゃんブルーゴールドのお冬、あらお冬ちゃんありがとうね。シーヤアツシミクリンハッシーヒロヒロコロシャンカスミちゃんハッシーサユミちゃんユイナちゃんありがとうね、ペンライトフィルム入場特典みんなあゆみちゃん求め、やんそうなの、
でもね、あゆみね、小沢あゆみって言ってね、ツイッターでね検索してたの。したら元求む求むってね多くってね、なんか恥ずかしかった。元っていうのかなあれは。まあ前髪短い、ちょっともう浮いちゃって短い、ちょっとうん。喉ってどうやったら治るんだろう。でも真ん中犯人一生食べてたんだ。あゆみね、エゴサするよ。昨日も終わってね、コンサートのラストアイドルってね、ずっとここトレンド入りしててさ、ずっとエゴサしてました。手に入れた？よかった。あ、もう飛ぶ。嬉しい。え、まだカニまずい？嘘、あゆみ好きだよ。あゆみ結構ごと舐めるよ。楽しかった。昼から話したよね。あ、昼まだ全然話してないよね。なんかもう胸いっぱいで、なんかなんだかなんだか。昼はね、鼓動の理由は、まあショートバージョンだったんだけど、ミータンバージョンパートをやらせてもらって、であとは自分のところかな。ディールとヨナド、ヨナドはねセリフ言いながら階段登ってって最後2階で終わったので、そっからのアップトゥーユーのナナミのこのバンっていうのかっこよくってさ、いやナナミとヨナドのできる日が来るなんて思ってなくってさ、本当に嬉しかった。楽しかったな。たくえん、ななちゃんありがとう。そう、リオンもね見に来てくれてたらしくて、 LINE もくれたよ。黄色雪のうさぎちゃんありがとう。あやぺろちゃんありがとう。すごいバラもあるんだ、なんか花吹雪みたいな。すみちゃん楽しかったよ。などナナミンと栗田さんコラボ配信、すごい、2回目じゃない？すごいっすね。前のご家族もあゆみちゃん推しだったから、黄色とピンクで黄色だった。そうなの、嬉しい。ご家族で応援って嬉しいな。そう、昼楽しかった。夜はねラストスマイルってことでニコニコした曲が多かったんですけど、夜はね、もうなんだかもう最後の方は泣きすぎて記憶がない。本当にね、久しぶりにあんな泣いた。終わった後も一生泣いてた、ずっと泣いてた。でもあゆみがさ、静かに泣けない人ってさ、声出してさって泣いちゃう人だから、で結構なんか何みたいな、なんか泣いちゃうみたいなの恥ずかしいんだけど、もうね、笑うとさ、笑うと泣くとさ、なんかみたいな、なんていうの、なんかわかる、泣くとなるじゃんってなっちゃうの、なっちゃうタイプの、なっちゃったんですよ、なっちゃうタイプなんですとかね。でさ、そしたらマオマオがさ、すごい心配してさ、こうやってやってくれて恥ずかしかった。マオマオごめん、かっこ悪い姿を見せてごめんね。マオマオかっこ悪くてごめん。ゆめちゃんにもそんな心配されちゃって恥ずかしかった。あ、待って、充電しなかったからこんなに重いんだ。やばい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 、切れる切れる。そうそう、途中の MC でさ、あゆみ MC ね、1期生の MC 出てなかったんですよ、廃棄替えだったから。その後キラキラ瞳キラキラで、でもお宅黒さんが小沢はとか言って、あれ出てないのにと思って、出ていきそうになっちゃった、はーいとか。マスクびしょびしょ、ごめんね。会話あったかな、ちゃんと。あゆみももうびしょびしょだった。そう、科学級っぽくなっちゃうんだよね、泣きすぎると。ほんとしゃっくりしてた
多分泣いていっぱい空気吸っちゃったんだろうね。ありがとね、本当に嬉しい。なんか何、顔もさ、名前も認知して一致したのはさ、本当に何、なんか遅かった、何さ、今のか何、遅くなっちゃったけどさ、よかった認知できて。名前呼ばれてだいぶびっくりした。あれ高倉さん小沢好きだな。嘘です、嘘です。でも本当にね、笑っちゃった。でもね、若菜が髪切ったんですよ。若菜がだから本当にね、あいみんも外跳ねしてるから同じ長さでね、みんなね、あいみかと思ったって、あ、若菜かと思ったってなるんです。そう、しかもね、あいみ、まあ池松姉さんも髪切ったんですけど、池松姉さんも髪が短い、まあ、あいみんのよりはちょっと長いぐらいなんだけど、ルカチに「ねえなおりちゃん」って「次のであっちだよね」みたいな言われて「ん？あいみだよ」ってなって女の子のファンをね、多いですよね、ありがたいです。あいみのね、あいまさんも女の子多くって、とってもなんだかなんだか嬉しい。あゆみのモモも撮影タイムで撮ってたら全部若菜ちゃんだったって言ってた。嬉しいけど、めちゃくちゃ若菜ちゃんとあゆみでね、見間違いね、同じで似てたってさっき言ってました。いや、ショーね、びっくりしちゃった本当。朝ね、もうね、すごかったよ楽屋も。ってもう若菜若菜ってすっごかったですよ。もうね、似合うね。いや、若菜ちゃんはね、そう、もうロングしか見たことなかったから、いや若菜ちゃんはロングだってずっと思ったんだけど、超似合ってるよね。なんでなんでなんなんなんで可愛い子ってどっちも似合うんでしょうか。長いのも短いのもね。足しびれてきちゃった。夜はね、そうでね、そう、橋原さんもいろんな方、いろんなね、芸能の方も見に来てくださってたんですよ。あやふやの MV でコラボさせて、共演させていただいたあのエミリンさんも見に来てくださって、そう、本当に本当たくさんの方がね、関係者席とか関係者さんが見に来てくださってて、タイムラインとかもさ、他なんかアイドルさんとかもいっぱい来てくれててさ、びっくりしちゃった。本当になんか嬉しいですよね。なんかさ、同じアイドルの方が見に来てくださるっていうのすっごく嬉しくないですか。本当に嬉しかった。でででで、足しぶれちゃった、ちょっと右だけ。うん、ほんとたくさんの方が、あとはもう今までお世話になった方々とかもう来てくださって、本当にね、幸せでしたね。で、そう、指原だってあのね、本当にたまたまなの、どこにいるかも分かんなかったし、すごいたくさんの方がいらっしゃったから、あのラスダイよろしくってフリータイムなんですけど、撮影可能タイムで、で、あのアバズストーリーね、そうそう、でね、あの、あ、やばい、足しびれた、話したいのに。でフリーテーブで一気がその下に降りる、下に降りて、あのお立ち台があるんですよ、ファンの方結構近くってさ、ファンの方とも、でお立ち台でなんかわーってやる瞬間があって、で、まあ、ひめりといたんです、その時ひめりと同じお立ち台に行ってさ、でお立ち台登ってこうやってわーってみんなありがとうって言ってパーってやって、パッてね、不意になんか上を見上げたんですね。でパッと上見た瞬間に目の前に指原さんがいたんです、上の階にいたんです。そう、いたんです。しかもね、あのおされカンパニーさんの忍さんもいらして、私大好きで、本当に忍さん大好きだよ。もう本当に私、おされカンパニーさんの衣装が着たくてアイドルになりたいって言ったのも過言ではないぐらい本当に大好きで、そんな方々がね、パッと見た瞬間にいらっしゃったんですよ。
そう、あゆみのレーダーが反応したの。なんかパッてね見たらね、目の前にいたんです、大好きな方が。でも初めね、そうわーってファンの方に言ったから、わーって言ったらと思って、だからもう一瞬でなんかもうみたいになっちゃって、もうびっくりしちゃって、もうなんかもう一時停止、いや一時というか永遠に停止しちゃって、もうね周りのファンの方にも申し訳なくて、もっとねたくさんの方にねレス遅れたんじゃないかと思うんですけど、もう本当に止まっちゃって、私もう頭が追いつかなくって、でも頑張って急いでよく考えて、あ指原さんだってなって、もう一気にブワッと鳥肌がね立っちゃって、もうねすごい、もうあの瞬間は一生過保忘れられない。あの瞬間だってパッてね、もう何の前触れもなくパッて見たらいるの、もうすごいよ本当に。そうだからね、もうなんかすごい手振っちゃって大丈夫だったかな、ですごい手振っちゃって、最後はなぜかハートまでしちゃって失礼じゃなかったかな、そうなんだかハートまでしちゃいました、こうやって。でも結構その瞬間ね動画撮ってる方多くって、なんかツイッターに上がっててさ、そう保存した、それそう嬉しかったです。でもやっぱ本当にねファンの方近くって通路通る時にもうここにいたのファンの方だから、いっぱいこうやってね、やってみんな撮ってくれて嬉しかったな。皆さんの携帯に少しでもなんか永遠に残れば嬉しいなと思います。見た？よかった見つけられて。ブレてた？いやブレだって見ながら写真動画撮るって難しくないですか？まあ動画もそうですけど、髪をボシャボシャビデオ失敗ね。のんたんそうだよ、あゆみ見たよ、録画できてなかったって。あゆみでもこうやってさ言ったよね悔しいね悔しい、あゆみも悔しい。誰か持ってないですか？誰かあの動画持ってる方いたら送ってあげてくださいどこら辺だったっけな、中央から見てちょっと右ぐらいかな。待ってごめん、ギフト追いついてなくてごめん、話してるとギフトが、ごめんね。ゆあたん、すみちゃん、ゆぴぴ、はるきゃん、しろはんちゃん、あきさん、しんや、ぬそ、さぎみちゃん、もなもな、つば、つばありがとう、すみちゃん、しんや、なちゃちゃん、なちゃちゃん、ゆあたん、ありがとう。つば、しんや、つばさと、まなみ、ありがとう。さやちゃん、さゆみちゃん。ありがとう。いやあゆみも難しいと思う。あゆみの動画もブレブレでした。あゆみ自体が多分もうブレブレだから多分しょうがないと思う。あゆみ結構人よりも動き激しい人だから、あゆみを収めるのはだいぶ難しいと思います。ごめんよ激しくってさ。撮影でもあゆみ見たくて必死だった。嬉しい。まあやっぱり生で見てね、目に焼き付けてもらえたら嬉しいです。楽しかった本当。どうしよう楽しかった。あと夜はね、夜もほんとね、ななみの涙になんかもうやられちゃいました。あぬそ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 しゃん、あほんとだぬそじゃん、ありがとうぬそ、ありがとう、嬉しい、ごめんね出遅れてまして、ありがとう。すごいなんだかすごくなんか気づいたら賑やかなショールームになってて顔が追いつかないです。いやななみの涙にさやられない人はいないと思う。まあその前から泣いてたんだけど、バンドワゴンでね、バンドワゴン号泣だった、あゆみもう号泣だった、バンドワゴン本当に、バンドワゴン号泣しながらあゆみサビ踊らせていただきました。そう初めはね、なんかストリングス
ストリーミングバージョン、ストリングスバージョンだったんですよ。そう、あれはあの演出はね、暫定メンバーが初め板ついてて、だからもうね卒業しちゃったとか、そのメンバーはもう穴開きになってて、わざと。で、あゆみはね、あの踊るシーンはなかったんだけど、ルカチとかも踊って去っていくみたいな。あゆみはね踊らなくって、若菜を見守ってあゆみは去ってたんですけど、そう、その後に普通のねバンドワゴンがあって、1期生はサビ1サビから参加していただいて、アンコールのやつは。だから本当にね、もうやっぱラルーチェの大切な曲だからさ、ちゃんとやんなきゃと思って。だけどやっぱりなんか自分も初期の暫定の頃のなんか記憶とかがすごい走馬灯みたいにさ出てきて、すっごくもう涙止まんなかった。ぬそー、なさえたわ、ありがとう、わざわざ出会ってくれてありがとう、ありがとうわ、うんうん、ありがとうありがとうね、本当によかったよ、ティフで出会えて。これからもよろしく。そう、あゆみもでも覆ったよ。そう、でも踊れなかったから難しくって、リハね難しくって、このままずっとあゆみ待機してんの、あゆみだけ。大丈夫かなと思ったけど、本番は感情爆発してなんか大丈夫だった。待って、ちょっと待って、なんだかやっぱ顔が遅くてダメ。今日暑かったね、帰ってくるとき暑かった。おー、ありがとう、おー、ありがとうのさ。おー、多分うーって声出してない人、いや、あゆみもだよ。だからね、うーうーしちゃってマイクにうーうー入んないかね、心配だった。そう、でも最後の僕たちはそれを見るはもうダメだった。もううーうーしてた。もうね、笑わなきゃと思ったんだけど、笑ってたんだけど、もうなんかずっとすっごい変な顔だったと思う。もう本当にあんなに号泣しながら、君のあちゅうはね絶対ももなと、君のあちゅうは絶対泣くとか言いながら、何泣いたら歌下手になっちゃうからっていう、なんかそのアイドルライブ意識のアイドルスイッチの方がついてて、すごくあの号泣しな泣かなかったんですよ。まさかの絶対泣く自信があったの、アチューは絶対に。だけどちゃんと歌い切りたいって、ちゃんとうまく音程取って歌い切りたいっていう気持ちの方が強くって、意味アチュー平気だって耐えたんですよ。でも僕空はもう本当に無理だった、バンドアゴも本当に無理だった、もうダメ。いや、変な顔だった、あれは。号泣してんのにでも笑おうとしてて、でも歌ってるからもうダメ、すごかったと思う。多分あれ口だけちょっと引けそう。明日は帰ってきたからショールーム、多分明日はね1時までできる、あ、1時までできるらしくって、帰りが遅いからって。だから明日はイベントから帰ってきたらやるので、明日はメイクバッチリだと思うので、魔法かかってると思うので、今日はまあラジオ感覚で聞いてください、今日の配信は。いや、泣いたよね、本当に。泣いちゃいました、楽しかったな。皆さんが印象に残ってるシーンはどこですか？いや、いつもは12時前なんだけどね、明日はね特別にみんな1時までいいよってねなったの。明日イベントを帰ってきてからショールームできないからってね、純な計らいをしてくださいました。あ、粋な計らいをしてくださいました。そうです、ほっといてですね、そうです、そうです、うん、そう、シュンってしちゃって、そう、皆さんどうでしたか、ほっといてよ選手権。早く言いたかった、これ本当に早く言いたかった、本当に言いたかった。皆さんどうでしたか、ほっといて選手権は。
どうでしたか？アッシー、ツバ、ゲンゲン、モンル、ありがとう。見つけたよ、ちゃんとお見送り会。ルキー、ありがとう。ゾノさんもありがとう。卵焼き大臣、ありがとう。ナナコ、ありがとう。やばい、重くなった。あ、重くなっちゃった。ほっとけなかった。やばい、コメント欄が動かなくなっちゃった。意味重い。そうなの、アップルパイはできなかったんだけどね。待って、これ更新する機会ないの？あ、来てて。あれはね、まずほっといたらやりたい人って言ってペアになって立候補する制だったの。立候補制だったのね。だからアイリって思って、アイリとやりたいと思って、たった今ファンになりました。え、ありがとう。ごめん、でも本当に今日はね、顔がね薄いの。リップし、リップだけ塗ったけど、ありがとう、たった今、ありがとう。めっちゃさ、ごめん、重くて今で。まあほっといてよの話をしますね。アイリ喜んでた。嬉しい。そう、リアルトーク会の日に、じゃあミアリでやりたいと思って、アイリ一緒にマシュリンのあのほっといて選手権、あの一緒に出ないって言ったら、アイリもやりたい、やりたかったってね言ってくれて、二人で選出して、アイリちゃん半分諦めモードなの？どういうこと？なんでそうだったの？それでね、やったんです。まあそれで、まあ結構ね、初め当初は立候補してやりたいって言ってる人 3,4 人しかいなかったから、あ、これは別に何争わなくてもいけんじゃなと思って、当日迎えたら結構いて、立候補してるメンバーが。でこれで企画ものになって、ホノピーが企画をねやってくれて、で結構いる中で、その当たりくじを引いたら、中にね何もなかった人は外れなんだけど、当たりの人は当たりって書いてあって、マッシュリーのなんか歌詞が書いてある紙があるんですね。でリアルトーク会の間で撮ったんです。でまあ超やりたくて、ほっといてよ、あ、ほっといて、本当にやりたくて、ずっとやりたかったの、あゆみ。でもあゆみじゃんけん弱いし無理かなって、あゆみもまあちょっと諦めというか、そんなにね、そうやりたかったけど難しいかなと思ってて、パッと見たら当たりって書いてあった。でもね、ポジションはね、アイリーがじゃんけんで勝ったんだよ。だから2人の運を合わせて強運だったの。だからアイリーの運もすごかったの。アイリーのおかげでもあるんだ、ありがとうアイリー。そうだからね、もう飛んでったアイリーに、アイリー引いたよ当たりって、声カスカス、アイリー見てって、アイリー見て引いたって言って、そしたら、えぇ、マジ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 って喜んでくれた。嬉しい、アイアイコンビ大好きだから嬉しいよ。当たりを持ってきた時のあゆみの顔かわいかっただ。写真撮ってくれたよ、あゆみ当たりの子って。そう、そう、それで衣装は自分たちで決めていいって言われて、でアイリーに任したの。アイリー何が着たいって言って、そしたら失恋乾杯着たいって言って、で失恋乾杯着てみたかったので、それじゃあまだ未定で、お尻のじゃあ着たせていただきたいなと思って、アイリーと二人で、合うじゃん曲にも、失恋乾杯の衣装だから、二人で失恋乾杯を着て、マッシュリンを真ん中でやりました。あれね、結構相当幸せだった、相当幸せだったよ本当に。でも意外と難しいのね、ダンスが。ほっといてよ、私なら大丈夫。でもね、早着替えだったからそこ写真撮れなくって、1枚マネージャーさんが撮ってくれたと思うんだけど、それもらったら。でも本当に写真撮れなくって、全然ショック、撮りたかったよ。セレン乾杯嬉しかった。メイクさんもね、
あのねヘアアクセ帽子つけるのめっちゃ難しいんだって。でもね高速でつけてくれて嬉しかった。失恋乾杯来てるの誰と思ったらエミだった。嬉しい。しかもあのさ曲さ前振りないじゃん。いきなりほっといてよって始まんじゃん。だからさ嬉しかった。なんだかそうそうエビオラもねまた4周年に引き続きさせていただいてさ楽しかったな。どうして親友の前で強がっちゃうんだ。楽しかったな。でも愛理とねできて嬉しかった。コンビでありがとう。喉の筋肉を使うのかなね。本当にテンションが低いわけじゃないの。本当にね明日が不安。ちょっと明日声出ないかも。明日意外とライブありそうで声出ないかも。おタイルありがとう。アキーケスケゲンゲンアツシ翼とマナミカナちゃんタナピありがとう。ありがとう過去ね。ありがとうのんちゃんありがとう。タナピーさんありがとう。待ってめっちゃやばい。コメントがダブってるよ。アイミンてんてんてん何アイミンです。タナピーもありがとうね見に来てくれて嬉しかった。でも昨日のエビオラはね一番うまく歌えなかった今までで。だからちょっと食いやりちょっとなんかスカスカエビオラみたいな。ちょっとでもめっちゃ本当に楽しかった。あのサビ前のハモリのところとかめっちゃ気持ちよくって本当にそう。ごめんねテンション低いわけじゃないの。本当に声が出ないだけ。そうだから本当あもうザワーブワイそうだなって思わないでね。気持ちは本当に幸せいっぱいなので。鈴涼さんビギナー鈴涼さん、ありがとうございます。わあどうしてちゃんとメイクしてくればよかったよ。ちょいちゃんと一緒にまた ラジオアイニュース来てください。待って前だろ。ああ、ありがとうございます、スリオさん。ああ、ありがとうございます。本当にね。もうありがとう。ライブもありがとうございます。嬉しい。なんか、汗かいちゃった。ありがとうございます。汗かいちゃった、今。本当に、本当にありがとうございます。皆さん、ラジオアイニュースさん聞いてくださいましたか？最後の。嬉しい、ありがとうございます。そうもう感謝状もねたくさんいろいろいただいて、お花もとたくさんいただいて楽しかったです。本当に最後のねラスアイ最終週にこの間出演させていただいて本当にねアットホームで、ラジオアイニュースさんアットホームというかもうなんかホームなんですホームだったんですよね。だから本当に嬉しくって、スリオさんもアイドル続けてって言ってもらえてすごく嬉しくて頑張ります。本当にまたお会いできるように、鈴涼さんにお会いできるようにまたあの強心臓を手に入れろプレッシャー入手読みチャレンジできるように頑張ります。また挑戦させてください。いつもねギリギリ合格化できないので完璧にしたいです。そうこの間もなんか言えたけどなんだっけな24%を 21% って言ってたからちょっとねちょっとあれでした。ありがとうございます本当にね幸せです。あたくさん出演してくれた絶対またいやいっけもう
ぜひ行かせてください。頑張ります。ありがとうございます。本当にたくさん出演させていただけてね、ラスアイもたくさん呼んでいただけて本当に嬉しかった。ありがとうございました。本当にお一つ一つ一つのお言葉が本当に愛にあふれてて本当に幸せ。こんなにね本当にありがとう。いつもお仕事ねお忙しいんです。鈴梨央さんお忙しいのにお仕事の合間とかあの終わりにあの夜来来てくださったりとかしてたんですよ皆さんね。頑張ります。本当にそう、あラジオアイニュースさんでも号泣したからね。あゆみもう号泣しまくりでした。最後はしょうがないよねやっぱり泣いちゃうよね。明日はね泣かない。明日はあゆみ泣かない自信があるんだ。明日はよろしくお願いします。暑い。なんかね皆さんもうクーラーつけてます？全然違う。暑いな。ちょっと待って、あれ待って、1時間経ちましたか。明日は本当に最後の なんだかもうあの本当身内で身内でっていうか本当にあのやるなんとかフェアウェアパーティーみたいなやつがあります。まあトークがメインなのかな。だけど結構ライブする結構ライブするやんって思った。まあ、結構っていうかまあまあ楽しみにしてて。明日はちゃんとおめかしするからね。最後ですね本当に。もう写真が追いつかないしさ、もう豆も追いつかない。どうしたらいい？喉やばい、ちょっと喉はね本当にやばい。喉痛いとごっくんしちゃわない？なんか終わったらさ写真載せれなくなっちゃうからさ寂しい。メンバーともマネージャーとももちろん皆さんともそうだけどさ、メンバーともマネージャーさんとも離れ離れになるのが寂しい。本当に寂しい寂しい。あ、写真を載せてもいいの？あ、そうなの？いやでもなんかラスアイなんか5月の29あ、31までだからさ、なんだかあ、なにちゃんと切りよく終わらせた方がいいのかなと思って。ショールームとツイッターのアカウント残るんだってね。あ、そうなのね。あ、そっか、じゃあ載せれるのか。でもなんだか全部載せ切りたいので今月に載せ切りたいので昨日の写真いっぱい載せようと思います。みんなはこれからどうするの？みんなはこれからどうするの？みんなこれからどうするの？ねごめんね、いっぱい前髪解いちゃって、ちょっとさ浮いちゃってさ。みんなからのプレゼント、え、いどれだろう。この間いただいたのはあるんだけど、この間ね、そうでもね、どれが皆さんからので、どれが個人さんからのでって分かんなくって、ぜひ DM かなんかで何を送ったって、何を教えていただけたら。ありがとう。ちょっとどうしよう、まだ恩返しも追いついてない。ありがとうと、あ、ありがとう。あゆみのおかげ。まずはあゆみちゃんが再び。あ、待って、止まっちゃった。待って。重い重い。あ、みんなのコメントが重くて動かないよ。花城さん？
合ってるかな、キホさんかな、花城さん、キホさん、ありがとう、今書くね、ありがとう。ちょっと待って、コメントが、あいま続けてね。そう、あいみね、本当に思うんです待ってあのね、ちょっとちっちゃい声で喋ってみるね。あのね、愛が重かったか。あのね、あいまさん、あいみのお願いなんだけども、これはまあいみが頑張んなきゃ意味がないんだけど、あいまさんのね、輪をね、続けてほしいなって思って、あいまさんの集いをね、また集ってほしいなって。何、あいまの皆さんすっごい仲良しでさ、温かくって、あいまの皆さんが集まってるのを見るのがあいみの幸せで、あーみんないる楽しそうってね、眺めて微笑むのがあいみの幸せなのね。だからこれからもあいまさんたち仲良くして、なんかそういう機会があったらいいなって、なんか一緒にいてくれたらいいなってね思うの。だからそう、だからみんなこれからも集まってほしい、あいまの会あいまの会集まってほしいな、みんな。あいみがどこに行っても、花城さん、あいみ漢字苦手だから、あいも行くよ、あいも行くじゃ、花城を待てね、輝く、あ、光か、あ、もう一回書く、もう一回書く。本当にあいまさん仲いいんですだよねなんだかね、あったかいんですよね、本当に。なんであんなにもあったかいんだろうって、なんであんなにっていうか、なんて言うんだろう、こんなにも誰かのために動けるんだろうって思うの。だからそんな方々が応援してくれてるって本当に最強だなって思うの。あゆみ待って、ショールームやりすぎると SNS できなくなるって。あゆみまだまだやんなきゃなのに。でもお豆もね、なんかもう何書けばいいか分かんないの、助けて。何書けばいい、みんな、お豆もう分かんないの、なんか最後ってどうしたらいいか分かんなくってさ、どうしよう。みんなこれからも仲良くしてね。あいみま、あいまさんがなんか微笑んでるだけで幸せなので。本当にありがとう、本当にありがとう、本当にありがとうね。本当に素敵なファンの方しかいないと思う。あったかいの、本当にびっくり。なんかあゆみもどんどんなんか性格良くなる感じがする、一緒にいると。なんだかね、あ、なんか、あ、自分って、あれ、自分もあったかい、なんか自分もなんかいい人なのかもってさ、なんていうの、なんかあゆまさんがすごい人たちだから、なんだかあゆみもなんかね、いい人になれる。いい人じゃないかも。ありがとう、花城キホさんで会ってますからね、読み方。ありがとう、ありがとう、争いだわ、ありがとう、最後の最後ありがとうね、ありがとう。なんかあいみもここ思いやりの心が、思いやりの気持ちが、あの、増える感じがする。そう、だからあいまはね、終わんないでほしいなと思います。だからよろしくね、ちゃんとあいまの皆さんも定期的になんか会ってね。あ、アイドル、アイドルさんなの、花城さんか、花城さん、ごめんね、コメント今ちょっと探すね。コメントしてくれてるのかな、ごめんね、今ね、コメントがね、
コメント欄がめっちゃ被ってて重くなっちゃっててさ、全然読めないんですよね今。ね、ね、皆さんがね、まあ野菜が終わってね、新しい推しができましたっていうのも全然あるだろうし、新しい出会いがありましたっていうのも本当にあると思うし、何、ね、本当にあると思う、全然いろんなことが。だけど本当に感謝でいっぱいだし、エミはずっと、あいも頑張るので応援してくれたら嬉しい。どこにいても、あいみがどんな道を選んだとしてもね、そう、応援してもらえるように頑張りたいと思います。待って、コメント動け、コメント動いて。あ、キホさん、あ、あのお写真撮ってくださった方、ありがとうございます。わざわざ、嬉しい。もう一回映るかな、反射しちゃって、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。わざわざ、そう、あのね、そう、この長屋の時もなんかいろんなアイドルさんがね声かけてくださったんだけど、なんか同じアイドルさんにそうやっておしいいですかって言ってもらえるの本当に幸せでさ、すごい幸せなんですよ。同じ、何、同じ頑張ってる人としてさ、撮りたいと思ってもらえるのってすごい嬉しいし、なんかそれで応援してますなんて言われたら本当にもう幸せでいっぱいなんです。そう、恥ずかしくなっちゃって、またね、もうね、ラサイはちょっと明日でもう終わっちゃう、一度ね終止符を打つんですけど、またどこかで共演させていただけるように頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございます。本当にわざわざ嬉しい、ありがとうございます。本当に無理しないでください。ありがとうございます。皆さんもね、ね、また今後ね、みんなにも会いできるように頑張るから、忘れないでね、みのこと。はい、みのこと忘れないでよ。うん、もうね、新しい推しができちゃいました。でも全然もうその皆さんのね自由だし、人って一途って難しいから、それでも一途にいてくれるのってほんとすごいと思うし、だから本当にね、そう、いろいろあると思うけど、もう忘れ、ここら辺にちょっと片隅にでもあゆみのことを覚え、らせいのことを覚えてくれてたら嬉しい。本当にそろそろちょっと終わんないと SNS があれなのでしようかな。で、明日は帰ってきてからやるので、みんな夜遅くに待機しといてください。11時12時とか11時12時過ぎとかですかね、もう寝てるかもしれないけど、明日はちょっとみんな夜更かし、最後のショールームだから、ラストアイドルとして最後のショールームだから、みんな、あ、今日寝といてください。よろしく、ありがとうね。じゃあ終わっちゃおっか。明日はちゃんとメイクするからね。待って、ランキングが、ランキングが開きます。でもね、喉が痛いからってこうやって喋ると逆に悪いらしいよ。ちょっとランキングがね、今開けなくて、重くってちょっと待ってね。あ、どうだ、待って、ちょっと待って、みんな音動かない、ねえ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 、ショールームが動かないよ。またまた一回縦にするか、あれあれ、ひっくり返っちゃった。
あ、来た来た来た来ました。13位あずし、12位たまご焼き大臣、11位ひろひろ、10位はっしー、9位たらぴー、8位花城きほちゃん、ありがとう、頑張ってください、アイドル。7位ミッドナイトパーティー、6位ももはちさん、ありがとうね。5位ぬそ、ありがとう。4位もこもこ、ありがとう。さあゆりちゃん、ありがとう。2位クロさん、ありがとう。そして第1位はじゃん、ああれしょうさん、ありがとう、ありがとうございます、見に来てくださってありがとうございます。そしてあのわざわざラサイタワーをプレゼントしてくれちゃってありがとうございます。嬉しい、なんだか気づいたら賑やかになって嬉しい、ありがとう。みんな元気でね、まだ1日あるけど、やばい、でもあと25時間だって、どうする、どうする。でまゆみは昨日一生分泣いてから大丈夫、嬉しい、ラスアイとは。しのさんもありがとう、あんちゃん、たぶんはるきゃん、あ、動かない、こんぐらいまでか。ギフトもありがとね、人生初タワーなの、ありがとう、ありがとね。そうなのよ、なんかね、初めて推したアイドルがあゆみでしたとか、皆さんの初めてをいただくことが多くって、それがすごく嬉しいです。トーク会とかで初めて女性アイドルを応援したのあゆみちゃんだよみたいな、初めて、そんな貴重な初めてをね捧げてもらえて本当に嬉しくって、あゆみも全力で捧げていくので、これからもどっかでまた頑張りますので、とりあえず最後まで走り切りたいと思うので、明日はフェアウェアパーティーみたいな、来てくださる方よろしくお願いします。配信あるの、さっき配信見るよって誰か言ってくれたよね、配信あるんだよね、好きやの牛丼、自分はあみちゃんが初めてでして、ありがとう、嬉しい。ドロータ魂復活したの、ありがとう。あゆみがじゃあ着火剤になったんだね、嬉しい。ある？わあ、じゃあ配信見てね。うわあ。家だったら泣いてもバレないからいいよ、みんな泣いちゃって。楽しみ。しかも明日はね、あれ着れるし。楽しみです。ショールームですね。了解しました。わあ、よろしくね、本当に。楽しかったです。とっても。そう、明日はね、うちの彼氏も見るって、ありがとう彼氏さん、明日もね歌うよ、歌では、明日は横浜で会いましょう。最後横浜で終わるのか、神奈川で終わるんですね。本当にね、改めてラストライブありがとうございました、本当にありがとね、本当に幸せでした。あんな素敵な景色最後に見れて本当に幸せ、幸せって言葉で収まらないぐらい、なんかこの配信で言ってなんか伝わらないぐらい、本当にペンライトがすっごく綺麗で、4周年のねパシフィック横浜さんもすごく広くて、ラステージもだけどその何倍もなんだか上までさいてくださって、なんこんな最後にこんなに素敵なステージ立てるの、やっぱり何叶えたい夢、アイドルとして叶えたい夢はまだ意味はたくさんあって、もっとアイドルしてたいってすごく思ってるから、全部が何もうすっきりやり終えた、納得だぜ、もうアイドル食えなし食えなしっていうわけではないんだけど、最後にね、あの素敵なステージに立てて、照明さんも演出を考えてくださった方も、舞台監督さんとかね、ライト照明さんとか音響さん、あ
とはいろんなスタッフさん、いつもなってるスタッフさんとかマネージャーさん、メイクさん、衣装さん、すべての方のおかげで行えた最後のステージだったので、本当に幸せで、なんか本当にアイドルになれてよかったって昨日心の底から思いました。本当に幸せだった、本当に幸せでした。もう昨日はもうね完全燃焼しました。本当にだってもうね、もう今日朝もすごかったもん、もう胸開かない。本当に楽しかった。最後にあんなに素敵な景色をありがとうございました。皆さんのおかげで本当にアイドルが幸せで、本当にアイドルは好きなことだから全然辛くなかったけど、でもまあ企画とかはねやっぱりわあ大変だなって思うことはあったけど、でもみんながいたから、なんか本当に今思えば全部良かったなって振り返れるし、まあ明日話すわ、あとは分かんなくなっちゃうから明日話すわね。ちょっと今日は言葉がまとまんないから、ありがとう本当に、でも本当幸せでした。コンサートありがとうね、ありがとう、また明日、最後までよろしくお願いします。またね、ありがとうございました。今日は明日皆さん、あいみはショールーム帰ってきてから多分12時とかかな、わかんないけど遅めにやるので、皆さん今日たっぷり寝といてください。明日のショールあいみの個人配信見れるようにたっぷり寝といてください。ではではでは、おやすみ、ありがとう、来てくれてありがとうね、バイバイ、また明日会いましょう。ラスト最後の日までずっとよろしくお願いします。またね、バイバイ。待って、重くて配信切るボタンが押せない。今度はいやー重いのなんだ、一回任せてにするね。わ、縦になんないんだ。うわ、やばい、なんか変な形で止まっちゃったね。まだ配信つながってるこれなんかさ、変な画角になっちゃったんだけど、おやすみ、またねー。え、待って、無理、なにこれ、なんかずっとひっくり返ってる。あれ、みんなあれバイバイしたけど、ね、みんな今映ってるこれなんかさ、くるくる回って待って、本当に終わるでしょ、ごめん本当にありがとう、またね。ちょっともう軽くなったので、一回切ったので軽くなりました。ありがとうございました、またね、バイバーイ、おやすみ。